カエサル 155mm 自走榴弾砲は、フランスの 155mm 自走榴弾砲である。シーザーとは、フランス語のコミンエキップ D、ウンシステム D やアーティルーリーと同じ綴りであることに由来する。従来の自走榴弾砲は、全周式の密閉砲塔を有すが、カエサルは砲を、トラックの荷台に、車外に露出させる形で搭載していることが、最大の特徴で、 砲の操作はすべて社外から行う。この設計により、全周密閉砲塔を装備する従来型の 155mm、152mm 自走榴弾砲に、非して利点がある。従来型の自走榴弾砲は、重量が25トンから45トン前後だがカイサルは17.7トンと、2、3から1、2以下に、大幅な軽量化を実現し、C-130 ハーキュリーズや、 エアバス A400M などの中型輸送機による空輸のほか、CH-53 のような大型ヘリコプターによる吊り下げも可能であり、緊急展開部隊へ配備が容易となった。また、婦人や撤収に要する時間も1分と短い。一般に、送輪式車両は送機式と比較して安価であるが、カエサルは車体に既存のトラックを利用して調達費や整備維持費の低廉化を実現した。 トラックは6輪の車体を用いているが、砲を乗せることができれば良いため8輪の車体を使用した改良型も登場している。射撃演習中のカエサル。砲の右側には弾薬の装填装置、左側にはタッチパネル式の照準システムがある走行で覆われる。密閉された砲塔が存在せず、従来型の自走榴弾砲に比して不利な点も存在する。水平射角が限定され、 砲撃時に、榴弾の破片、消火器の弾丸、NBC 兵器などから、乗員や砲手を保護する能力が低い。車体に積載可能な砲弾や装薬は、車体中央に、それぞれ18発分の収納するのみと少量で、自動装填装置は装備できない。装填手の補助として装填トレーに砲弾を乗せると、薬室に送る、半自動式補助装填装置が搭載されているが、 装填トレーまで運搬する作業と装薬は人力で行う必要があり、連射速度は低い。特に短時間に大量の砲弾を発射するバースト射撃時のそれは、牽引式榴弾砲とほぼ同レベルである。車体や砲は従来型であるが、標準システムにはタッチパネル式の画面を採用し、直感的な操作が可能となっている。 カエサルは、軽量ゆえに射撃時の反動を車体重量で相殺しきることができない。そのため、射撃時には、車体後部に設置された、牽引式榴弾砲のような足を地面に食い込ませ、車体後部を持ち上げる必要がある。同じ理由で砲の旋回角を大きく取りすぎると、車体のバランスを保てなくなるため、砲の旋回角は、左右角15度ずつに制限されている。以上の点から、 カエサルは良い意味でも悪い意味でも、牽引式榴弾砲と従来型自走榴弾砲の接中案的な自走榴弾砲であるという見方が可能である。砲の最大射程はベースブリード榴弾を使用した場合 42km、ロケット補助榴弾なら 50km 以上に達する。2015年よりデンマーク陸軍に導入されたカエサルの改良型。トラックがフランス本国用は ルノー製か、メルセデスベンツーにもグだったものを、チェコ製タトラ815に変更。タトラが8輪全輪駆動トラックであるため、カイサル 8X8 と命名された。砲自体は同じだが、車体右後部にロボットアームを一気搭載することで、砲弾をトレイに乗せる作業を自動化。装薬も、半自動装填装置により装填されるため、従来型より発射レートが上がった。また砲弾を、 ダックから取り出す作業は人力であるため、ロボットアームが故障しても発射可能である。走行を追加することができ、スタニッヒ4569規格で防弾レベル3対地雷レベル2となっている。フランス・フランス陸軍が2000年9月20日に5門を発注し、2003年にこれを受領。2004年にはさらに72門を追加発注し、2008年に16門。 2009年に30門が納入される。2009年の国防計画法において、さらに64門を追加し、合計141門のカエサルで2020年までに、既存の TRF1 榴弾砲及び、ウフ一自総榴弾砲を置き換えると発表されたが、2013年にキャンセルされた。インドネシア・インドネシア陸軍が37門を発注し、2014年8月に、 最初の4門を受領した。大体王国陸軍に売り込みが行われ2006年4月に6門を発注し、2008年中に受領。サウジアラビアサウジアラビア軍が2006年7月に76門を発注。2009年中に20門を受領したと報じられた。実際には2007年1月に76門とオプションの4門が発注され、最初の2門はフランスでの組み立て。 残り76門は現地での組み立てとされた。2010年3月に最初の4門を受領した。レバノン・レバノン陸軍が28門発注。資金はフランスとサウジアラビアからの支援で賄われる。デンマーク・デンマーク陸軍がカエサル 8X8 を導入。防衛装備長、総輪 155mm 榴弾砲から防衛装備長。 ロイデプログラムスヨンミリテールポアレアネー2009は 2014surwww.legifrance.gov.france. レジフランス2 9ミナステアデラディフェンス、プロジェクトでロイデプログラムスヨンミリテール2014から2 0 1 9 t ティーマティック、ニット2 0 1 3ありがとうございます。